こんにちは、ケンイチです。山本です。今回なんですけれども、タイトルとかサムネイルにあった通り、ちょっと活動休止についてお話をしていきたいと思います。はい。活動休止っていうのが、厳密にはあの実は活動を休止をしていたっていうような状態なんですけども、もう少しその期間が続くんで、皆さんに伝えておきたいなと思って今回動画を撮っています。はい。で、活動休止の理由としましては、で実はあの大和くんが、今こうして元気なんですけど先週先々週末か、11月の1週目6日7日に僕たち、グリッドポイントっていう、イベントに参加させていただいたんですけれども、そちらでちょっと事故に遭いまして、事故を受ける形になってしまったんですけれども、そちらで両足膝の関節の打撲、左の足首の関節打撲、おのおの傷があったり、で右肘の関節もちょっと打撲して、主に下半身中心に怪我をしまして、そちらの僕らイベントに参加して、設営してたんですけど、健一君の運転で行った、トラック、ピックアップトラックの車の後ろにいた時に、750cc のバギーが、車の後ろの方から来て、僕とその時は設営中だったんで、そのゲートをこう下げて、リアゲートとバギーに、主に下半身を挟まれる形になっちゃって、750cc のバギーなんで結構な威力で飛んできたんですけど、幸いといったら、おかしいかもしれないですけど、幸いにも、打撲だけで済んだ形にはなったんですけど、本当に骨に異常があってもおかしくないような、言ったら本当に死にも直結するような事故がありまして、救急搬送で、近くの救急センターに運ばれて、状況とかその怪我の感じはこんな感じだったんですけれども、楽しみにしてたイベントもね、僕はもう2時間ぐらいで去ることになっちゃって。そうだね。準備をして、荷物を後ろでね、大和くん下ろしてて、そうだね。で、一緒になんかその荷物を下ろすのをみんなでやってて、でなんかその時に話しかけてくれた方がいて、でそしたらいきなり危ないなんて言って ね、でパッて見たら、あのなんか結構広いスペースが、僕らがいたなんだろう、キャンプエリアの裏にすごいなんか草原みたいな感じになってて、そのバギーだったら走りやすいような場所で、一応そういうなんか危険運転とか、そういったものは禁止とかされてたんですけど、それを運転してたのが子供だったんですよね。でしかもあの子供たちで 750cc のバギーで来て、で、ただそこを走ってるだけじゃなくて、結構30-40キロぐらいあったのかな。一瞬のことだったから本当に危ないって言って、パッて見た瞬間にはなんか手前にこう溝があって、それがこうやって続いてて、で僕らがここにいて、そっちからブーンって来て、ビョーンってもう飛んできたような本当に感じで、そうで、なんかその後にボーンボーンボーンガシャーンっていう感じだったんですかね。でその危ないっていうふうに言ってくれたから、山本くんすぐに振り向いて、でそれでギリギリ避けきれなかったけど、その本当に何だろうな、もろに引かれるっていうことを防げたっていうような状態だったんですよね。そうそう。でそれで、山本くんももちろん、もしもその言ってもらえなかったらどうなってたかわからない状態だったし、でその運転してる子供たちもその結構でかいバギーだから、たまたまねそれでピョンって飛んでって、で先にバギーの方が転がってったから、なんていうんですか、打撲ぐらいで済んだんですけど、もしも先にね子供が行っちゃって、でそれでバギーがゴロゴロゴロだっていう風に言ってたら、そう、その乗ってた子供たちも危なかったし、でもたまたまね根本くんに当たったっていうだけだったんですけど、結構やっぱ子供とかワンちゃんとかを連れてきてる家族だったりとか、もちろんその普通に僕らみたいな大人もたくさんいる中 で、で結構その話をその後に聞いたら、なんか前々からなんかそういう
危ないねみたいな感じだったらしいんですよね。で、まあ、それをなんだろうね、なんか理由を聞いたらトイレに行くみたいなことをその親御さんに言って、でそれで結構乗り回してて、で、まあ、後ろが広いからそのままブーンっていう風に僕らの方に突っ込んできちゃったんだけど、そうだ、普通に考えたらその子供たちだけで、ましてはね 750cc だから乗せないっていうだけじゃなくて、50cc のね子供たちだけでっていうのは危ないんじゃないのかなっていうのが、まあ、普通だと思うんですけど、まあ、どうやらそういう感じではなかったみたいで、まあ、それで飛んできちゃったと、で、まあ、僕がそれでボンって吹っ飛ばされて、大丈夫かなっていう感じになって、ですぐに救急車を呼んでもらって、で一緒にね、あの救急車に乗ってそう運ばれて、その後に大和くんは帰って、まあ、イベントに僕片付けとかもあったから戻ったっていうような感じだったんですけど、そんなね結構大きな事故があって、そんなちっちゃいバギーに見えなかったから、あのなんだ 250cc ぐらいかなって思ってたんですよね。そうで、それでなんか刑事さんからさっき電話かかってきた時に、あの7班だって言ってて、750cc っていうともうバイクで言うと大型だよね。ね、軽自動車よりもそうだよね、排気量で言ったら、だいぶ大きいものだし、で何か公道を走れないような、その何だろう、安全的な日本の法律だと、そういうのも取れないみたいで、だからまあ遊びに使うようなものだったみたいなんですけど、そもそも16歳には乗っちゃいけないっていうバギーだし、そうだね、そうそう、だからまあそんなことがあって、で、まあ、幸いあの骨折とかはなかったんですけど、大事を取ってというか、まあ、普通に吹っ飛ばされて、まあ、初日は車椅子でなんとか、みんなに担がれて家に、ね、入ってみたいな感じ で、でそこから1週間ぐらい、1週間ちょっとぐらいかな、松葉杖の生活をしばらく、してて、今はもう固定バンドは左足の方がちょっと損傷が大きくて、固定バンドをつけてたんだけど、それは外してもらってからは、今は右足の方が力入れれるから、今は右足中心にずりながらなら歩ける状況に、まあ1週間とちょっとでなった感じですね。今日が、今撮影しているのが11月の15日なんですけど、あの今週末19、20で愛知県で開催されるフィールドスタイルというイベントに僕たちも出展をして、でイベント楽しんでいこうかと思っていたんですけども、まあ、こんな状態になってしまったのと、あとその道路で起きた事故じゃないからっていうので、その刑事さん、交通課じゃなくてその刑事課っていうのかな、そうだね、刑事事件に今問われてる形で、まだそれが解決もしてない状況であって、その、まあ、解決してないっていう状況と僕のこの体調もちょっと鑑みて、ちょっと今回は出展を中止させていただくことになりました。そうですね、まあ、楽しみにね、結構 DM とかでもいただいてたんだけど、そのフィールドスタイルで会いましょうって言って、キャンパイしましょうって結構 DM とかいただいてたんですけど、まあ、ちょっといけないっていう形になってしまって、本当そうですね、大変申し訳ない思いでいっぱいです。はい、すいませんでした。まあ、そんな感じで、まあ、もちろんその僕たち自身もすごく楽しみなイベントだったっていうのはあるしね、そう、結構日本最大級のイベントっていう、日本最大級のアウトドアのイベントですかね、いろんなブランドさんが来たりだったりとか、ステージがあったりとか、その倉庫の、すごくでかい倉庫の中でやるブースと、外でフードとか、そう、なんかアクティビティとかもあったりするすごい大きなイベントだったんで、いつもは行ってたからね、今回そうだね、初出店で、ヒルズフィールドとしては初出店で、結構楽しみに、そう、みんなとおしゃべりながらなんかいろいろできたらなって思ってたんですけど、ちょっとまだ下半身のがそうですね、すいません、まあ、なんかそういう状態で、ね、なんかあの解決してない状態だし、大和くんがまずそういう状態だったんで、ギリギリまでちょっとみんなで話し合ったりとか、いろいろ精査の部分をしてたんですけど、まあ、今回はちょっと見送った方がいいんじゃないかっ
ということで、ちょっと出店の方を取りやめをさせていただくことになりました。まあ、それちょっと楽しみにしてくれてた方とか、本当にいると思うんで、うん、また別の形でなんかそういうイベントとか参加とか、うんうん、僕らがその代わりをするとか、まあ、どういう形になるのかちょっとまだ分かってないんですけど、うん、まあ、用意できればいいなと思ってます、うん、はい、で今後の動画についてなんですけども、うん、そまだ、ね、松葉杖を取れたって言っても、うん、やっぱキャンプ重たいもの持ったり、そうだね、うん、結構足場が悪いとこう歩いたり立ったり座ったりっていうのをするスポーツじゃないけど、うん、うん、そういう遊びだから、うん、結構その撮影を無理してやってもね、うん、そう容体が長引くだけになってしまうから、うん、その動画自体もそのなんとか撮れるもの、家の中だったりとか、うんうん、そういう撮影ができる場所とか、あんまり体に負担がかからないものとか、うんうんうん、まあ、そういったものだったら出していけるかなっていうのもあるんで、酒は飲めるかな。そうですね、まあ、結構ちょっと雰囲気的に重たい感じになってしまってると思うんですけど、うん、まあ、幸いね、うん、大和くんも大事には、うんうん、至らずにね、うん、済んだっていうことだったので、うんうんうん、まあ、他のね子供たちだったりとか、うん、まあ、そういう方が事故にあってもおかしくないような状態ではあったと思うんですけど、すごく小さい状況でもないんだけど、そんなすごいものは飛んできたから、うん、そうでそれでなんとか普通に生活を送るっていうことはね、今のところもう少しすればできてくるのかなっていうのがあるんで、うん、まあ、もう少しまずはちょっと療養期間を取って、でその他の動画とかなんかあんまり体に負担が、まあ、歩くことに関してね、うん、うん、まあ、そういったものはなるべく控えさせていただくっていうことをちょっと伝えておかないと、なんか最近キャンプ動画上がらないなとかっていう、うん、でなんかその、ね、いろんな方に心配をかけたりだったりとか、うん、なんか別のなんだろうな、あいつらどうしたんだみたいな感じになっちゃうと思うんで、うん、そこら辺の説明とかも、うん、しておかないとっていうので、ちょっとみんなで話し合って、まあ、今回この活動休止、まあ、最中ちょっと自己報告になって申し訳ないんですけども、うん、ちょっとねいろいろその刑事さんが絡んでるっていうのもあるので、うん、その詳細の話だったりとか、うん、そのなんだろうな、出せない部分とかっていうところとかがあったりするんですけど、うん、そう、まあ、僕らが言えないっていうのも変な話なんですよね。そう、ただよっしゃ飲んぞっていう時にバコーンってなって、うん、そう本当に騒然とするような、うんうん、まあ、全員ね子供たちも救急車に運ばれたぐらいだったから、うん、まあ、結構大きな事故ではあったんですけど、うんうん、まあ、そこの辺をちょっと今回お伝えしたいと思って動画を撮らせていただいたので、まあね、次の動画ぐらいとか、うん、まあ、そういったところからはまた別の違った形でしばらく活動させていただいて、うんうん、まあ、無理なく動画配信だったりとか、うん、まあ、そういった活動とかも頑張っていきたいと思いますので、はい、まあ、ちょっとキャンプ動画もう少しだけ待っていただきたいなっていうところですよね、うんうん、そうですね、まあ、ですのでまたこれからもコツコツと頑張っていきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、いつもありがとうございます。